日本統治時代の絵はがきに見える、チヌリクラン南投げ県の旧族文化村に、展示のチヌリクランチヌリクランは、台湾台東県乱遊座との乱遊に住むタオ族のカヌーに似た木造漁船。中国語では、宝板ネと称する。ミュンヘン州立民族学博物館に、展示のタタラタオ族は、魚郎とタロイモなどの作物を食料として自給的な生活を、 営んできており、男子が海に出て飛び舞を、シーラなどの漁を行うために木造船を用いる。ギレージに用いる大きいものでは全長7メートル程度で10人が乗ることができる。日常の魚郎に用いる3メートル程度で2から3人乗りの小さいものはタタラと呼び分けられる。マルキ船と誤認されることもあるが21枚程度の竜岩やパンの木の材木を組み合わせて作る。 流骨を持つ、寄せ板作りの船で、クワなどの木釘を用いて固定する。船外に彫刻し、赤、白、黒の三色で装飾を施したものは、一般にィカといい、装飾のないものは、イピロアウンと称する。伝統的な着色には、赤はベンガラを含む赤土、白は貝殻を砕いた炭酸カルシウム、黒はススの炭素を用いた。 模様の衣装は6つある集落ごとに異なり、また所有者が認識できるようにもなっている。へさきとともが大きく反り上がっていることが特徴で、先端にはもろんと呼ばれる長金と羽の飾りを取り付ける。側面にオールを固定するための突起があり、後海には人力でこぎ出す。陸上では横に倒れやすいため、海岸に置く場合は左右に石を置いて立てる。海岸近くに 地面を掘るか、石を積み上げて、屋根をつけた、半地下式の船小屋を作り、収納している。現在、漁業に用いることは少なくなっており、チヌリクラン、またはタタラが、観光用化しボーととして用いられている例もある。イギリスのアンドリュー・リーモンド監督が撮影した、ドキュメンタリー映画、チヌリクラン・クロシオのミン・ヤミ族の船では、建造の様子や、浸水式の様子も映し出されている。 姫の緑、異界へのメッセンジャー、出版新社、2004年、ありがとうございます。